ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ジャック RXY です。はい、というわけで皆さん大変にお待たせをいたしました。サイレン2実況プレイ、今回から動画の投稿を再開していきたいと思います。今回はねパート27をお届けしようと思います。まあその前に皆様にはお時間をかけてしまったということに対してお詫びを申し上げたいと思います。すいませんでした。前回のサイレン2の実況プレイを投稿したのが公開されたのが去年の11月4日です。はい、この時にパート26を、公開しまして、でまあそれからちょっと動画を上げたんですが、まあ、再び投稿頻度が下がり、でこの前の2月の25日に久しぶりに生放送という形でお届けをさせていただきました。で今回のね動画はね、動画自体は去年の10月30日に収録をしたものなので、まあ内容的には今までずっと投稿していた僕なので、まあ今回はこの部分だけ僕の久しぶりの投稿の挨拶という形で入れさせていただきました。ちなみにこの音声を撮っているのは2018年の3月5日でございます。無事に家の Wi-Fi 環境も整ったので、まあ、編集しなきゃいけない動画は結構溜まってるんですよね。もうねパートね35ぐらいまで収録はしてあるので、収録というよりは編集を重ねなければならないんですけれども、まあ、今回からまた地道に投稿をしていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。まあ、このサイレン2が終わったらですね、また他のホラーゲームの実況プレイ用のゲームあるのでお楽しみにしていてください。マザー3もまだ投稿してない分が残ってるので、まあ、これも編集していきながらやっていきたいと思います。それでは挨拶が長くなってしまったんですけれども、サイレン2の本編お楽しみください。どうぞ。ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、 R です。サイレン2実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで前回のサイレン2の収録からですね、まあちょっと日が経ちまして、本日は10月の30日の月曜日でございます。明日ハロウィンというところで、僕には全く関係がないんですけれどもね。まあそんな中今回もサイレン2の実況プレイやっていきたいと思いますが、前回は多分樹守さんのこのシナリオの終了条件2をクリアして、まあこのかなえのデモシナリオを見ました。で今回は樹守さんのシナリオのね、このシナリオの、まあ、終了条件2をやっていきたいと思います。それではレッツゴー。このシナリオってステージどこだっけな、あそこか。ああ、わかったわかった。小屋だ。小屋を抜けるところだ。で、今回は髪飾りの入手。なんか、アイテムの入手多いね、いつきさん。目的のものが目に見える位置にあるとは限りません。怪しい場所を見上げたり、視界ジャックで様々な視界を観察してみてください。なるほど。上を見なきゃいけないよね。ドアについている窓は叩き割って外側から内鍵を開けることができます。ただし大きな音を立ててしまうので敵に気づかれないよう注意してください。ということで。はいはいはい。ここですね。初めて視界ジャックが使うようになったところですが。髪飾りね、まあ、この人が一番近いでしょ。こいつもいるな。これは岸田ゆりの名線。3人いるね。え、この人多分
ちょっと待ってくださいね。設定をいじりますので。どうかしたの？いや、なんでもない。ごめんなさい。設定完了しました。んで、あ、ムービー、あ、ここ同じなんだ、ここ同じなんだ。待って、ちょっと待ってね。この人だよね。ん、なんかあそこ、あれはなんだろう。ん？ん？何？何やってんの？何やってんの？何やってんだろう。この人はまあいいとして、この人がいるんだよね。でも今は大丈夫なのかな、これ。なんかやってたんだろうけど見えなかったな。やだ、こっちに行きまして、え、スパナ持ってんじゃん。聞いてないけど。なんで？スパナ威力弱っ。ありがとう。あっ、くっ、このままだと厳しいか。はい、というわけで戻ってまいりました。多分ね、このシナリオは見つかったらダメなんだろうね。手にさ、スパナ持ってるんですよ、一応いつきさんは。ただね、ほぼ意味がない。なのでもう一回スカイジャックして、オッケー、よし、行こう。またムービー流れるの？あー、またムービー流れるのか。いいよ。待って、どこにあるんだろうね、その髪飾りとやらは。あの上の、この上の線とか結構怪しかったりするけど、どうなんでしょうね。ここ抜けて、バレた。え、あ、そっち？そういう感じ？そういう感じ？いや、全然強くないけどね。何にも落とさないし、とりあえずこれ、どうするの？奇跡を手に入れた。奇跡がアーカイブに追加された。ただここで何かやってたんだよね、さっき。なんだろう、何もないよね、何もない。はい、行きましょう。まあ多分これ今回も早送り会だな。あ、3275ね。ここ閉めておこうか。こいつが復活するとめんどくさいので。隠れて、で、覚えましたと。3275ね。開いた、バレたー。どっち？僕がバレた感じ？あ、そっちがバレた。岸田よりがバレた。
はいはいはい、私バレてる。ガードとかできてたんだ。ありがとう。ガードとかできたらいいけどね、そういうゲームじゃないんでね。自分から、なんで、オッケー。でもこの人も何も持ってないんです。岸田さん、岸田さん来て、はい、閉めるよ。 OK。 うん、ここになんかあんのかな。あ、なんかある。ヒカキ棒を手に入れた。ちょっと待ってくださいね。今回の目的そもそもなんだっけ。鉄扉へ到達か。じゃあちょっとやっぱ仲間がいると嫌なんだよな、このゲームさん。難しいんですわな。 OK、 今のうちに行こう。確かこの辺りに電気を落とせなかったっけ。あったあったあった。 OK、 あまり電気ついてても意味がないんですね、ここ。闇人でもないし。爪所付近で髪飾りを発見。こいつがいるので気をつけつつ。爪所はどこだろうか。爪所って下だっけ。ああそうだね。この人にバレないように行きたい。まだ？ん？オッケー、行こう。あそこにいるんですね。バレた？え？なんで？え？え？違うやつがいるのか。なんか嫌な予感がするな。あ、いた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 、あいつだ。おそらくあの人にバレたんだ。そうか、こっち。え、びっくりした。逃げろー、逃げよう。岸田さん来てる？来た。お、逃げ切れたっぽいけど、近くにいるぞ。え？誰？え？そこにいるのかな？違うよね。ああ、わかったわかったわかった。そういうことか。ここをパリンってやったら、そこにいるやつが来るんだ、多分。だからこの人が離れてる時に行けばいいんだ。多分バレてない。この人はどこにいるんだ。あ、上のやつね。あ、こいつがいるんだよ。拾う。送付系機械室の鍵を手に入れた。ばばばば。あ、反対側にいたんだ。おい、おい、よいしょ。お、あ、この人弱い。スパナで圧倒してる。オッケー。爪所付近で
そう、なんかさ、送付系機械室の鍵だっけ手に入れたよね、今。それをどっかに使えないのかな。こっちにもなんか、ここにいたのか。しなり山。なるほどなるほど。髪飾り、太田智恵の髪飾りってことなのか。そういうことですか。これの鍵ってことではないよね。ん、登れるけど特に何もないみたいだな、ここには。ちょっと待ってくださいね。手に入れたアイテムを確認。送風機系機械室の鍵。その送風機系機械室の鍵、上か。あそこの鍵か。ちょっと、いやー。うわー、やばいやばいやばい。逃げた。あ、いる。ちょ、いろいろやばくない？ここ。うわ、びっくりしたーい。うわっ。あはは。結局かここまで来たのに。押してるよ。強い。オッケー。ヒカキ棒とこれなんだろう。鉄パイプだ。強いもの手に入れた。ヒカキ棒ってもしかしたらどっかで必要かもしれないので、スパナと切り替えて、で鉄パイプを手に持っていこう。いいね、いい武器手に入れた。多分ね、こっち行ってそこにいるんじゃないかな。一番近いのがこの人のはず。どっかにいる。今日部屋、さっきのあれがどこなのかがよく分かってないけど、あれ、ここ通っていく。えいえい、バレました。倒しまーす。うわー、怖っ、この人。うわー、超強そうなの持ってる。オッケー。さらに強そうな武器は手に入りそうだけど。まだいる感じ。ここか。ここになんかあんのかな。ん、なんか調べる。送風ダクトのが外れかかっている。道具があれば外れそうだ。どういう道具。スパナってことん。なんかいろいろありすぎる。道具があれば剥がせそうだ。スパナが必要なのかな、ここって。そういう感じだな、これ。戻るか。さっきのやつが復活してる感じ。あー、復活してる。あ、鉄パイプじゃない、スパナ持ってかれたな。そこにいるでしょ。いった。スパナじゃない、鉄パイプ。はい、
強え、鉄パイプめっちゃ強え。やっぱ皮下希望がいらない武器だったんだな。うん、おそらくあいつ倒さなきゃいけないな。こいつ倒さなきゃいけないな。スパナ持ってる。オッケー。モンキーレンチね、来るからさ。岸田さん邪魔。どっから来る。あ、そっちから来る。はーい。あなた自体はそんな強いわけじゃないよね。オッケー。モンキーレンチがあればおそらく外せるんだと僕は思っていますけれども、ここか。あ、オッケー。奇跡をダクトに入れる。入れてどうすんのこれ。おお、髪飾りの入手。ここは猫だね。ここは何があれば外せるんだろう。剥がせないのか。皮下規模でも無理か。じゃあいいや、とりあえず下に行きましょう。ああ、ダクトがつながったって。あ、あったこれだ。これはこれで手に入れるってことだよね。お、オッケーイ、やっとクリアしました。で、多分デモシナリオ解放されるので、これを見て今回終わりとなります。あ、赤い津波に巻き込まれた後の話。神飾り、お父様にもらった神飾り。何？うわっ！死人？え？あ、死霊だ。お前の顔の方が怖えよ。あらー、これで死んじゃったのか。これで死んじゃって死霊が乗り移るんだ。それで死人になって、まあこの先死人や闇人として、いつき守さんの前に立ちはだかるわけですね。わかりました。なるほど、そういう謎が今回は解けました。はいはい、というわけで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。まあ、次回はまた他の方のシナリオの終了条件2をやっていきたいと思います。というわけで以上アルでした。ご視聴ありがとうございました。このサイレン2の実況プレイのプレイリスト URL が動画概要欄に貼っております。パート1から気になったという方はぜひご利用じゃない、ご視聴ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。